2020から21は、2021年1月8日から6月6日まで、開催された B3 リーグの、第5回目のシーズンである。ICAW アレイオンズアンジョーが初優勝を、果たした。岩手金沢埼玉東京 EX、八王子愛新オータムウィンター、豊田合成義父静岡岡山鹿児島 B3、所属クラブの所在地20から2021。 シーズンの B3 は11チームで行われる。11クラブによる4回戦争あ当り戦で行われる予定である。2020年4月24日、理事会において、2020から21、シーズン終了後の昇降格に関し、B2 と B3 県での昇降格がないことを発表。これにより、B2B3、入れ替え戦は実施されないことになる。 2021年1月15日、2021から22シーズン終了後に B2 との入れ替えの対象となるのは2クラブとなることを発表。B2 クラブライセンスを取得したクラブの中から2020から21シーズン及び2021から22シーズンの成績における最上位クラブから決定。2クラブのシーズン順位が同一の場合は順位決定戦を実施予定。 2020から21シーズンは新型コロナウイルス感染拡大の防止を考慮し政府の方針に従い入場者数の上限をアリーナ収容客数の50%に制限した上で開催する。また状況によっては試合会場、試合時間、リモートゲームにおける急な変更、大会の急な中止を念頭に置いた試合運営となることも明らかにされている。 なお東京八王子ビートレインズの所属選手が新型コロナウイルス感染症要請及び濃厚接触者判定により試合エントリー人数が規定人数に達しないため第一節の東京エクセレンス戦と第二節の愛心オータムウィンター・アレイオンズ安城戦は中止となり試合不成立で勝敗はつかず代替試合も行わないこととなった千二十一年六月十一日に 個人表彰が発表された。2021年4月14日の B3 リーグ理事会で2021から22シーズン B3 リーグ公式試合参加資格を審議し、下記の通りに決まった。これにより新規加入希望の4チームの2021から22シーズンからの B3 リーグ参入が決まり、2020から21シーズンは B3 リーグを大会した東京サンデーブスの復帰も決まった。 ありがとうございます。